河野防衛大臣は来月20日に東京オリンピックの聖火到着式が行われる宮城県の航空自衛隊松島基地を視察しました。非常に難しい展示飛行のようであります。今回はカラースモークを使ってやりますので、それがしっかりできるようにですね。聖火到着式には航空自衛隊のブルーインパルスがカラースモークを使い五輪を描く飛行訓練を行うということです。雲が立ち込める中で飛行はできなかったものの、河野大臣はブルーインパルスに乗り込みスモークを噴射するなどの訓練を視察しました。また東日本大震災で救援活動の拠点となった松島基地で聖火を迎えることに、河野大臣は復興五輪の観点からも大きな意義があると述べ、万全の準備を行うよう指示しました。